はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。広末涼子です。さあ、皆さん、最近はですね、世間ではね、浮気だの、不倫だの、まあ、流行ってますけども、NTR がね、流行ってますけども、遊戯王にもね、NTR カードがいっぱいあることはご存知ですか？遊戯王カードっていうのはですね、まあ、強いカードがいっぱいあるんですね。めちゃくちゃいっぱいあると。で、まあ、その強いモンスターをどうやって使っていけばいいかっていう話なんですけども、一番強い使い方はですね、もうね、強いモンスター出してもらってパクるっていうのが一番強いですね。はい。まあ、NTR と言われているね、まあ、戦術なんですけども、今回は、ちょっとなんでこのデッキをまた作ってきたかっていうと、もう NTR デッキ何個目かなっていう話なんだけども、ガルーラが実装されて、共鳴の翼ガルーラっていう謎のモンスターね。この、TCG さんのこのモンスターなんですけども、これね、かなり融合召喚条件緩くて、同じ種族属性でカード名が異なるモンスター2体っていうことで、めちゃくちゃ出しやすいんですよね。なんか結構こういう条件揃ってる盤面も割とありますし、はい。ということで、これをね、超融合でぶち込んでいきてえなっていうことを思って最初組んだんですよ。はい、組んだんですけど、なんかね、俺めちゃくちゃ強いカードを発見しましてね、NTR で調べてたら、その相手のモンスターパクるっていう、コントロールを L で調べてたら、皆さんコミックハンドって知ってますか？これ知ってる方もね、多いかなと思うんですけども、トゥーンワールドが存在している場合にしか発動できないんですけど、なんか、装備モンスターのコントロールを L っていう効果があって、トゥーンワールドが存在する場合に、相手フィールド上のモンスターに装備できてね。で、装備モンスターはトゥーンモンスターとして扱うと。で、さらに相手フィールド上にトゥーンモンスターがいなければ、直接攻撃ができちゃうと。で、さらに、トゥーンワールドって、っていうかトゥーンキングダムだね、実質トゥーンキングダムが存在している場合、トゥーンモンスターって破壊耐性いるんですね。デッキトップを1枚裏側で除外すると破壊を免れるっていうことができるんですけども、戦闘効果打開される場合、トゥーンキングダム貼るとパクった相手モンスターがトゥーンモンスターになって破壊耐性を付与できて、でさらに直接攻撃できるっていうガチでやばいことが起きるんですよ。このカード本当に強いですっていうことで、今日はこのコミックハンドを使うべく、まあ、NTR カードをね、死ぬほど入れてきました。死ぬほど。はい。まあ一応ね、トゥーンキングダム系のカードは、まあコミックカード一応サーチできるんですよ。トゥーンの、しおりっていうカードで。だから、まあこれでサーチしてくるっていう動きをしたくて、まあ一応トゥーンの目次とか、経由して、トゥーンの目次、トゥーンのしおりってやると、一応トゥーンキングダムのコミックカードもどっちもサーチできるんでね。なんで、まあこの辺をサーチしていくと。で、あと NTR といえばなんですけども、まあ、心変わりですね。これ純正義だったんで、はい、めっちゃ強い。で、あと精神操作。それからまあ、賛成の際。この辺はまあ、最強カードなんで、まあ、ガン詰めしてます。で、超融合は、超融合先いっぱい入れてまして、まあ、アースゴーレム、あとイグニスターとかね。こういう、サイバースプラスリンクとか、あと、闇属性2体とか、ガルーラの、まあ、この条件とか、あとドラゴンとかね。なんかその超融合したら強いモンスターいっぱい出てます。で、ドラゴンズモンスターが相手の場合は、アルバルネス入ってるんで、アルバスセットからアルバルネスで全部するということもできますし、エクレシアがね、アルバスの楽園を特殊召喚できるんで、まあ、アルバスの楽園もかなりの、枚数投入できますよといったところですね。はい。で、一応、相手の墓地を、NTR じゃないけど、相手の墓地を除外しながら、まあ、NTR モンスターを持ってこれるということで、マグラムートで、マグラムートのタクの一つとしてドルドブルムが入ってますね。はい。で、まあ、一応ピン刺しで今回入れているのが、グリカラ天童。グリカラかこれ。これも相手が発動したモンスターの効果を、リリースして、特殊召喚して相手の墓地のモンスターをパクれるので、まあ、NTR ということで、まあ、増殖する時だけちょっと許してほしいんですけど、増殖する時以外は基本的には NTR カードのみと、あとドローソースのみと、なっております。これ使ってみたんですけども、意外と強かったです。ふざけて作ったんですけど、なんか意外と強かったということだけ、お伝えしておきます。はい、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。心変わりっていうカード、純正芸になったはずなんですけどね、マジで誰も使ってないですね。いや、ほんとあのカード、マジで時代を感じるわ。あれが一切使われないっていう、まあ、この現状。これすごいことですね。はい、まあ先行でね、この先行ゲーム加速してるわけで、これ通りますね。これね、通んないと普通にやばい。さすがに、OK。よし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 。増殖する G が通っていただけると、まあ正直このデッキ、マジで相手のカード、パクるカードしか入ってないんで、まあ、先行は1ミリもやることないんですよ。あ、ほんとグレイドル
イーグルセットぐらいしかやることないんですけど、ここだとマジで相手のモンスター一生パクり続けることができるのね。増殖する陣通るとめちゃくちゃ強いです、はい、あと楽園系のモンスターとか特になんですけど、 あんまりね、あの魔法トラップの耐性なくてあいつら結構パクれるんですよね。これが割とあ、ちょっとかぶってんのやから、ちょっとトゥーのうちかぶってんのやけど、あのね、いっぱい引くんだったらコミックハンドがいいね、基本的には。カルテシアちゃんいいでしょう。いや、これはどこまでも行く感じだな、これ相手。相手これどこまでも行く感じだな、これ。はい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 。楽園融合いいでしょう。グランギニョルでスプリントかな。いや、これね、あの一応相当の枚数ドローできます、多分。じゃあ。相手なんか最後まで行くらしいです。グランギニョル、はい。で、参戦も来た。いや、これ強いけどな。これだいぶ強そうだけどな。そんな引かせて大丈夫なんかな、マジで。そんな引かせて大丈夫。僕のデッキ意外と高校取ると結構強いですよ。はい、増殖数字通っちゃうとね。エンドフェーズいいでしょう。カルテ、はい、あ、てかあぶね、ルベリオン、あ、じゃあルベリオン、アルビオンいいんだから、アルビオン除外しないと。先に発動されたらいいなった、アルビオン除外、あぶねー、これ先に発動されないでしょった。完全に忘れておりましたが、一応、アルビオンを除外してマグナムと特殊召喚していく。そうすると、アルビオンの効果起動できないと何も起きないと。今、リンドブルぐらいかな。だから、現状ね。現状のリンドブルぐらい。でグランキーの効果、あー、はい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 。これはクエルティスかプロスケーニオンになるみたいな感じかな。ルルワリリスないんでね。あと、ラクユーゴ打ってるしね。グランキーが今変身できるとしたら、クエルティスかプロスケーニオンあたり。あー、プロスケーニオンか。オッケー。うわ、目次かぶりすぎたよこれ。いや、目次でね、コミックハンドがサーチできるんだったら苦労しないんだけど、コミックハンドっていうカードにトゥーン名称つけません。とりあえずマグナムートの効果で、アルバスの楽園を持ってくる。あ、今ドラゴン族いないしあんまり関係ないですね、フィールド上には。コミックハンド来た。あ、コミックハンド来たの強い。コミックハンド来たのめっちゃ強い。で、トゥーンの目次発動。トゥーンの目次の効果によってトゥーン系のカードを持ってこれるという効果で、まあ、もちろんも、1回キングダム持ってきてちょっと圧縮しますか。で、トゥーンの目次発動。さあ、お前何デッキやねんってなってるわけよな。でね、急にトゥーンの目次とかトゥーンの処理発動されて、こいつ何がしてんだみたいになってると思うけどお前何がしたいねみたいになってると思うけど、まあ、とりあえずトゥーンの目次の効果を発動し、もう一回キングダム持っていきましょう。まあ、キングダムね、ワンチャン破壊、まあ破壊されないと思うけど、ワンチャン破壊される場合は、ここからいきましょう。で、トゥーンのしおり発動。で、トゥーンのしおりの効果によって、コミックハンドを手札に加えていく。さあ、このデッキの真骨頂を見せていくぞ。トゥーンキングダムを発動。デッキトップを裏側表示で3枚除外し、このカードを発動することができる。そして、コミックハンドの効果を発動。コミックハンドの効果により、フィールドのモンスターをパクリ、トゥーンモンスター化する。そのモンスター、いただきまーすおー、強いね。非常に強いね。これどうしよっかな。ミラジェイド、ちょ、一応、相手も B セット入ったかもしれないんで、一応、後で出てくる B セットの対策はしたいんで、これあればその楽園を召喚した方がいいですね、多分。で、召喚して効果を発動。いくぜ。融合召喚。あればその楽園と君のプロスケニオンを墓地送り、現れろ危険竜ミラジェイドなんか俺が楽園デッキみたいな場面だったけど全然楽園できても何でもないんだけど、なんか盤面が楽園 B セットみたいになってるわ。多分ね、これ B セットあるんですよね。あ、そうですよね。で、サロニーで出てくる、いいでしょう。で、サロニーで出てくるアルバスの楽園が除外される、どうぞ。はい、で、除られて出てくる。で、ミラジェイド効果発動。ミラジェイドの効果によって、まあ何でも関係ないっちゃ関係ないな。これグリガンドでもバサバサ何でもいいんだけど、残してる方残すか。ユベリオンいらねえや。出さねえ。楽園融合ねえし。で、楽園融合ないのにこんだけアルバス系の融合モンスター入ってるからね。私の場合は。まあ、まあ、なんでかというと、アルバスの楽園が3枚でも入ってるかっていうことで。うわっ、まあ
マジマジ、いやー墓地送られるのは厳しいっすわ。墓地送られるの厳しいっすね。これは普通にちょっとメインフェーズ2に戻るしかない。ちょっとそれももらうわおい伸びた、お前のモンスターは俺のもの、俺のモンスターも俺のものだ。これ妨害用意しといた方がいいかな。一応ユニコーンになれるようにだけしとくか。当たり障りないモンスター2体を使ってヒーリングする。ちなみに、私のこのドルイドブルムさんとリンドブルムさんなんですけど、こいつらあれなんですよね、トゥーンモンスターなんで、トゥーンキングダムの効果適用されてまして、今トゥーンモンスターなんですよ。これトゥーンリンドブルム、トゥーン激滅竜リンドブルムであり、トゥーンビーステッドドルイドブルムなんですよ。だから一応破壊耐性ありましてトゥーンキングダムで、でトゥーンキングダムで対象に取れないっていう、だから謎の耐性が今付与されております。はい、コミックハンドという爆発用カードによってね。でビーステッド、マグナムートをゲームから除外して、まあ、サロニールは別にサロニールが出てくる、いいでしょう。ラグイエゴ引いてんのかな。ラグイエゴ引いてるとちょっとめんどくさいんだけど、まあ一応ね、トロイメイコーンが出せれば、まあ、多分結構融合阻止できるかなと思うんだけども、まあ、でもミラジェードいるからあれか、結局墓地のリソース使われるからルベリオン出てくるとめんどくさいか。いやでもなんとかなりそうだな。あ、でルベリオンね、なるほど。獣置かれるのやばいわ、獣置かれるのだけマジやばいから。なんでかっていうとトゥーンキングダムが破壊されるんで、トゥーンキングダム破壊されるとこのデッキ本当終わるんですよね。まあまあ一応しおりがあるからまあいいっちゃいいんだけど、なんとかなるっちゃなるんだけど、まあ一応ちょっとルベリオンは破壊、いやバウンスしておこう一応ね。はい、でここでマスカレーナの効果を発動。いやでもこれどっちをね墓地に送るか問題がめっちゃあるんだけど、これドロイドブルも送っちゃうと僕のモンスター送られちゃうんで墓地に、非常に息苦しいところではあるんですが、これはねちょリンドブレムさん行くしかないんだよな。これアルバスいるんですよね、アルバスいるんですよね。だからこれ次のターンねリンドブレム除外してねアルバス出てくるんですよ。それがガチでやばいと言ったところ、トラメニコーンの効果発動して、手札をうちは墓地送って相手のモンスターをデッキに戻すという効果。とりあえずルベリオンには戻っていただく。ただリンドボルが墓地行ってしまった。カルテシアか、なるほど、まだ手数があるのか、なかなかやるな。ただこっから楽園融合にアクセスはなかなか厳しいだろう。出てくるとしたところで、まあなんで、なんで赤の楽園、なるほど赤か。あでもそれや、それ融合すると、アリバスがどっか行くな。これ融合しない選択肢、あ融合するんだ、融合するんだったら別にいいや。リンドブルム、これね相手ターンにリンドブルムって墓地から除外してるとなんかアルバス特殊ができるって効果ありまして、それが結構強いんですけど、これいなくなったんであんま関係ないですね。なるほど、これは誰が出てくるんだこれ。クエリティス、あめんどくさ、激めんどくせえ。5000ポールのがうざ。いやまあでもドルイドブルムはトゥーンキングダムの効果により破壊耐性を付与されている守った方がいいか。トゥーンキングダムの効果を発動、トゥーンは無敵でーすトゥーンは無敵でーす、トゥーンは無敵の生命体ですって言って、全然トゥーンモンスターじゃないけどなんかトゥーンキングダムで守れるとかいう謎コンボ。ここから私はあのモンスターを処理していかなければならないといったところ、一旦コミックハンド使うわ。ちょっと君のさクエリティスさちょっと強そうだからもらっていいこいつ人のモンスターパクりすぎだろはいはい、ではいと、ほんでそうだな、これどうしよっかな、アルビオン墓地送りたくないよな。2ドローするか、これちょっと相手のアルビオンをパクるとしてこれ2ドローしよう、2ドローで、はい、何引く、心変わりか、心変わりはワンキル取れないな、心変わりか、心変わりはワンキル取れなす、取れないよね、取れないね、
このね、ゼロを墓地送るとね、相手が発動できちゃうんですよ、なんか墓地送るみたいな効果。ちょ、だから、もうドルイドブルマ残しといて、で、これバトルフェーズですね。で、グレードでぶん殴って、で、グレードの効果。お前破壊したな、おい、伸びた、そのモンスターもらうぜ。はい。はい。今、盤面に自分のモンスター一匹もいません。3分の3相手のモンスターっていう、なんかやばいこと起きます。現在やばいことが起きようとしております。そして2モンスターなので2体とも破壊耐性を披露しておりまして、次のターンダイレクト叩くすることができます。さあどうするんでしょうか。おい伸びた。あー、増殖する G なんですよね。皆さんちなみに一番強い手札誘発って何だと思います？フワンダーリズっていう、なんか鳥軍団がいなければ一応多分増殖する G だと思うんですよね、僕は。増殖する G っていうカードのやっぱバリューがね、一番高いから、やっぱこれだけはね、別格ですね、手札誘発の中で。なんかそのこういう、なんか高校まくりゲームのデッキとかは、まあ、手札誘発いっぱい入るか、または増殖する G しか入んないか、どっちかと思ってて。増殖する G でなんかそのアドバンテージ稼いで、まあ、まくりカードいっぱい引くみたいな。はい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 、止まってくれた。そう、こうやって止まってくれるからね。わあ、相手止まってくれるから。全然止まっていただける。ありがとうございます。で、トゥーンキングダムかぶりましたね。まあ、とりあえずトゥーンの目地を発動。で、トゥーンの目地で、まあ、これ、しおりとか持ってきてればいい説はあるよね、これね。まあ、しおりが、あると、キングダムが破壊されなくなるっていう、破壊耐性が付与される。まあ、コズミックサイクロンとかはあれだけど、あとバウンスとかね、トレイメンに行こうみたいな、ああいうカードは無理だけど、まあ、結構破壊系、まあ、例えば、なんだろうな、今破壊、楽園の獣とか、まあ、BF で言うと、破壊だと、サルンガとかですかね。はい、なんかあの辺が一応破壊してくるんですけど、あれをね、守っていただけるというので、それ結構強いといったところ、まあ、とりあえずキングダム貼るわ。で3枚除外して発動。はい、でとりあえずちょっとコミックハンドで君のモンスターいただきたいんだけど、はい、ありがとう。はい、ありがとう。やることもないな、特に。でもこれ相手が展開止まっちゃったから、なんかあんま強くねえな、俺の盤面も。なんか相手のモンスターを全部パクるっていうコンセプトやってるんで、一応相手の盤面が止まっちゃうとあんま強くないっていう。相手の盤面イコール自分の盤面だから、これ、この時って。やることないんで、ブラックフェザーぶん殴るしか。はい。あー、オッケー。サロニーでね。除外ね。ここじゃねえから増殖するじゃん、さすがに。で、サロニー出して、まあ、サロニール効果で一応自分の墓地に何かを送るという効果なのか。あ、ツインシャドウ。なるほど。ツインシャドウ効果。はい、で2枚を戻して、レベル6シンク、まあ今別にいいかな、レベル6シンクでしょ。相手ターンに出してレベル6シンク強いやつそんなにいないでしょ。これ多分あれでしょ、なんかボレアースとかそっち系か。あー、ノーティングか。ノーティングは相手に800ダメージを与える。それを肩代わりする。お、ブラックフェザードラゴン結構強い。やろちゃん、ブラックフェザードラゴンくん殴るか。はい、でサロニール効果発動はいいわ。 OK、 了解。はい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 。でフクラクイン置く。でメインツ入る。でブラックフェザードラゴンの効果発動して、これ相手の打点ダウンだよね。打点ダウンしとくか。一応打点ダウンしとこう。はい、ノートゥングの打点を700、下げて700番。どうしよっかな、これセットしとく。一応セットしといたら結構パクれそうだけど、ね、ダメ捨てだから。割と空いてる盤面結構このイーグル、なんか裏側破壊するカードあんまなかった気するんだよね。バロネスとかがいるけど、まあ、一応バロネスだったらバロネスだったで、ね、グレイドルの効果発動してバロネスの効果無効化できたりするし、ね、なんだかんだいけそう。ちょっと一応増殖するじゃがめて、まあ、相手の動きに合わせていきますか。さあ相手動いてこないな。なるほど。
動いてこないと俺の場面も強くなんねえんだよ。はい、ガチでやばいモンスター破壊されました。はい、ガチでやばいモンスター効果発動します。で、ガチでやばい効果発動してこれパクります。ありがとうございます。さあ、盤面がまた全然関係ねえ、自分のデッキには一切入ってないモンスターみたいになっています。私の盤面ロードン、なるほど。とりあえず一旦トゥーンキングダムじゃなくてトゥーンのしおりを発動して、さあ、最強のコミックハンドを1枚手札に加えていく。はい、そして、まあ、とりあえずゴードンを発動していく。ゴードンの効果によってカードを10枚除外して、なるほど。うわー、超融合結構いったな。あ、増時か、なるほど。で、増時打たれる、ワンキル取れるんだったら増時突破していくけどね、取れねえわ。あー、なるほど。相手にモンスターがいない状態での2ドローあんま強くないんで、これ多分ハンデスの方が強いですね。相手のあー、あんま意味なかった、死ぬか、さっきサチだっけ、ちょっと覚えてねえや。あのね、あんま強くないんですよね、あの2枚ドローが、盤面がいない状態での。なんでかっていうと、パクるカードしか入ってないんで、このデッキ相手の盤面にモンスターがいないと、そのこっちも盤面を強くできないという超絶弱点を抱えておりまして、しょうがないから、まあ、勘弁しといてやるか。次殴ったら勝てるから増中投げちゃっていいかな。一応参戦のケアしてドローフェーズに分投げていい気がするこのタイミングであれば。はい、そうだね、これは投げていいね。で、増中投げてターン返ってきたら多分勝てるんで、さあどうする。バータ、はい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 、いいよ。で、バータ効果、送って、で、またブラックペーザー出てくるのかな、ゼピオス、はい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 、いいでしょう。で、ブラックペーザー出てくる、若弱いんですけど、はいはい、でそれ殴るしかない。で、破壊されていく、いいでしょう。了解した。では、私のターン。ドロー、それもらうわ。なんか相手あんま展開強くなかったらもういっか。はい、対戦ありがとうございました。一切自分のモンスターを使わずに勝つって気持ちいいね。増援、はい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 、いいでしょう。ちょっとキングダムかぶりが若干意味ないですね。このね、キングダムだけ来るみたいなハンドがゴミ。コミックハンドって、トゥーンワールド、または、まあ、トゥーンキングダムがトゥーンワールド扱いなんで、トゥーンワールドがないと発動できないっていうカードなんですよ。あ、ちなみに、あとね、2種類ぐらい掃除の方で結構強いのがあってさ、なんか自分の墓地の植物族除外して、相手のモンスターパクるっていう、なんかバラの刻印っていうカードと、あと、デーモンカードがないと、破壊されちゃうけど、相手のモンスターに装備してパクれるっていう、フォーレンダウンっていう、なんか、堕落っていうカードがあって、そのね、3種類ぐらいのね、NTR 装備魔法コンボみたいなのがあるんですよ。ちょっと今度それも組んでみようかなと思ってるんだけど、一応ね、NTR 界ではね、そのね、3種類の装備カードをね、NTR 装備参照神器と言われています。はい。やばい、ちょっと待って、これ、6部のモーマやばい。やばいやばいやばい、ちょっとさっきこの制限カードサーチされるのやばいんだって、一番。あー、やばいやばいやばいこと来た、やべえことが起きた。新六部衆刻ん、いやー、くそやべえ動きしてる、劇的にやべえ動きしてる。これ今で、いまだにモンって制限カードですもんね。まあこんなカード純制限以上にしたら終わる、まあ制限カードでも終わってんだけど、結構こんなカード純正限以上にしたらもうそれはもうすびかれておしまいになるみたいな話だけどさ、いやこれがね、これ6部衆って本当にやばくて、まあとりあえずまず増字には突破できるしね、増字とかには突破できるし、デッキからせるからもはや特殊感の数でね、だしそのターン1がないから6部のもんに、これはなんかどこまで行くんだろう。とりあえず世界は終わる可能性はあるね。おかしいって。門のカウンターさっきさ、
さっきなくなったんちゃうんかい。おかしいって。これ刻んに耐えてつけろ。あバカなんじゃねえの。そやばい、はっきりレモンのやばすぎる。なにこれ、あーロングミアットか、終わったわ。はい、遊戯王終了しました。結構パクるカードはいっぱい入ってんだけどな。ロングミアットそもそも他のカードのこと受けねえからパクれるんだよ無理っすね。世の中にはね、寝取れないモンスターもいるってことですね。